ようこそ第141回ビッグマジックライブへ。はい。自分で笑うなよ。これは笑いますよ。まあまあまあ、ええよ。はい。まず情報量が多すぎると思います。はい。オープニングから、どれからいきますか。やっぱこれからです。そうですね、これですね。これね、これ何かというと、グランプリメルボルンに、うちのスタッフのクーヤンが、遊びに行っておりました。はい。そのメルボルンの会場内でこの帽子が配られていたそうです。はい、これお土産ですね。はい。まあ、中世ヨーロッパ風のね、はい、こういう貴族がかぶってるような帽子なわけですけども、ね、はい、なぜこんなものが配られてたかというと、はい、今回のね、デトロイト、ボローニャ、メルボルンの3つの会場で、はい、インストラードのね、なんかそのブースを作って、あ、ありました、はい、なんかね、こうパズルやったりとか、はい、いろいろやってそのプレビューをしてたわけですけども、はい、そのエリアで、メルボルンではこういうものを配っていたそうです、はい、なんかね、君ね、あの変に髪の毛伸びてるから、はい、なんか、なんやろうな、髪切りたいんですけど、なかなかタイミングがなくてなんか不思議やねんな、これ、はい、めっさ弱い海賊みたいになっても、そのシャッ、これの怖いなって。確かに。モックスモックスも来感もあるけど、ノリノリ感お前。はい、まあ、この帽子はこれぐらいにしといて、はい、背景がちょっと、ね、そうですね、なぜ変わったかというと、前もね、はい、言ったように、あの今までの、あの倉庫取りじゃなくなった。そうですね、あの脱倉庫、ちょっとスタジオに なんとかなりましたね、はい、なんとか150回前にして。そうです、ね、それっぽい。スタジオといっても倉庫の延長線なんですけども、まあまあまあ、そう、撮影だけで使うブースというのがやっと、ね、撮影専用スペースっていうのが、はい、やっと苦節3年ですか。そうですね、そろそろ3年。長かったな。いやー、そうです最初だって普通になんか倉庫でもなかったですから。そうでもないよ、はい、あのね、全然作業スペースやったから、ね、そうですね、作業スペース毎回毎週あのもうめっちゃ時間かかってたからね、撮るときに。だって一番最初撮った時って、あの夕方から撮り始めて、なんか日付変わるぐらいまで行ってましたよね。言ってた。11時ぐらいまで撮ってたもん。いや、本当に12時ぐらいまで全然。もう終電ないから、もうなんか自転車に帰ってましたもん。苦痛だったからね。男たちは語り出す。はい、まあ、これは3周年の時にしましょうか。そうやね。まだまだ語れるからね。そうですね、はい。というわけで、そういう、なんていうかな、ブースを手に入れたわけですけども、はい、今までのあのパネルやとちょっと味気ないかなと思って。はいはいはい、あのパネルがね、あの立たなくなって手前が低くなったから、まあ、はい、だからちょっとね、あの白い壁じゃ殺風景だと思って、はい、まあ、今まであの BM で作ってきたプレイマット、はい、まあ、GP で配ったりとかしたやつもあるけども、 そうそう、まあ、それらを、まあ、こうやって貼らせてもらいました、はい、撮影で今まで使ってきたプレイマットの中からね、はい、こうやって、まあ、せっかくやし壁を彩ろうと、だから新しいのできたら新しいのをね追加したりとか、はい、そうですね、まあ、いろいろ季節によって変えていったりとかしてもいいかなと思ってるんですけども、この写ってるのが全部じゃないですからね、プレイマット。そうすごい、なんか今ほんとこう見返すとすごいたくさん出てるんだなと、4期作ったなと思うよね、はい、うん、まあ、もちろんその来週末行われるビッグマジックオープンボリューム6も、あの、うん、新しいプレマットございますので。そうだね、はい、うん、ぜひぜひ皆さんもね、まだまだこれからも僕らももうプレイマットみんないっぱい持ってるってなってるけども、はい、まあ、それでもなおね欲しくなるような新しいビジュアルのものを作っていけたら、ね、はい、いいなと思ってますので、これからもよろしくお願いします。オープニング長いね。長いですね。はい、じゃあ最初のコーナー行ってみよう。ハイリプレイ。はい、今週は、グランプリメルボルンとか、まあ、デトロイトとかボローニャ、ボローニャで、はい、モダンの、ね、GP が開催されたわけですけども、はい、それらの GP で活躍者デッキをね、はい、使って対戦してみようというふうになりました。リュウジが使用しているのが、グランプリデトロイト優勝の、はい、アブザンカンパニーですね。アブザンカンパニーですね、はい、僕が使っているのが、グランプリメルボルンのトップ8に入った、はい、ジェイソン・チャン氏、ニュージーランドのプラチナレベルのプロプレイヤーですね、はい、彼が使った、まあ、ドレッジというかゾンビの横行デッキというかそういうデッキです。なかなかなんか特徴的なデッキですよね。そうだよね、うん、回すまでどんなデッキかもあんまりよくわからんかったし、はい、回してからなおわからんみたいなところも、今ハンド見るだけだとすごいなんかわけわからんから、はい、戦えるみたいな話だったけど、そう完全そんな感じですよね。はい、はい、リュウジの方は結構分かりやすいよね、デッキ自体、ね、まあ、そうですね、うん、結構昔からあるデッキなんで、うん、あのまあ無限コンボを中心とした、そうやね、はい、かつてはね、あの出産の殻をそうですね、メインに積んでたデッキですけども、まあ、それが禁止されたが、しかし、まあ、中退というね、そうですね、守護者中退があるんで、まあ、そこでかなり、うん、あのコンボ揃えやすくなっているので、まああのうん、まあ、コストの制限上、あの3万円以下のカードがすごく多くはなってるんですけど、うん、まあ、逆にその召喚の調べで持ってきやすくもなってるんで、確かに、はい、なんかすごくあの今エルドア人確か有利、そうやね、で、うん、
なかなかちゃんと戦える気らしいので、かなりいいんじゃないかなと、うん、なんか大物潰しとかいい仕事をするらしいね、はい、そうですそうです。あと唯一このモダンウィークの中で優勝、エルドラージ以外で優勝したデッキではあるんで、そうやね、はい、それはちょっとね使わざるを得ない。そうですね、大物潰しじゃなかったね、あの大物狙い、ビッグゲームハンター、うん、あとあのゴータンの勇士とかが入ってますね、うん、そうやね、このデッキもサイドボードに1枚ゴータンの勇士が入ってるんで、うん、まあ、パワー4以上のクリーチャーは破壊なんで、まあ、あの現実を砕くものとか、あの何でも有権者、まあ、そうやね、砕くものを破壊するときやっぱり能力だとあのディスカードがないんで、うん、あのアドバンテージを失わずに、ね、そうですね、除去できるのがすごく大きいですね。それ以外のエルドラージに対しては、はい、もうね、そのキッチンフィンクスとか、はい、その辺の連中で全然戦っていけるからね。そうですね、あとやっぱり無限コンボがあるっていうのがやっぱりすごく大きいです ね、うん、そこまで生き延びることさえできれば、はい、無限ライフ獲得で、もうエルドラージで無限ライフとかされたら絶対勝たれへんからね。そうですね、うん、なんか別軸の勝ち筋がないデッキではあるから、はい、そこをまあ狙えるというか、優勝も納得ではあるんよね、まあ、そうですね、本当に、うん、さあ僕の方はこれね、非常に珍しいクリアです。初めて見ました。はい、ね、ラブニカン、最初のラブニカンのカードで、はい、3111で、はい、アップキーボードにプラス1カウンターが1個乗っていくと。なるほど。で、ターンエンドに、あの自身の上に乗ってるプラス1カウンターに等しい数のマナコストのクリーチャーを全部破壊する。はい、で、自分のゾンビトークンを今破壊したんですよね、はい。0個しか乗ってないから。そうです。さあ。まあ、リュウジの方は順調やね。はい、もうガブニンを起動して、うん、ねプラス1カウント取る、マイナス1カウント取り除いて、うん、延々これやっとったらあとはね、そうですね、もう無限キッチンフィンクスよ、ある意味、うん、まあアグロデッキに対してはこれ相当多分強いんで、相当きついよこれね、はい、僕の方のデッキはなんかやってることはこの、はい、結局ね、スクイーを一生あのゾンビの横行で回すっていう、はい、あの昔エクステンドとか大活躍したベンゾってデッキにね、はい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 、ベンゾとかベンゾとかいろいろ呼び方あるけども、はい、そのデッキの、まあ言うたらモダンバージョンって感じで、はいはい、確かにゾンビの王侯とスクイーってなかなかモダンで見ることないですよ。ないからね、はい、いやこのデッキで、ね、よくトップ8に残ったなと。いやそうですね、そこよね、まず最初に思うのは、そこは思いました、ね、うん、はい、でここでは無限も、はい、ライフが決まったので、はい、まあメリーレが出てきて、マイナス1カードが乗らなくなるよね。そうですね、はい、でガンキョクリーチャーが一生帰ってくると。そうです。はい、じゃあ無限コンボ決まったところで次行きましょう。はいはい、今日は僕が使ったのは、グランプリデゾロイト2016で優勝したアブザンカンパニーですね。まあ、エルドラージの海の中、あの、モダンのグランプリ唯一、まあ、この同日に行われたグランプリで優勝した、まあ、デッキなんですけど、まあ、独自のセールでアナフェンザか、まあ、白黒のゲモンメリーラを出して、まあ、あと、レッドキャップか、キッチンフィンクスを出して、まあ、ゾモソの原車ですね。まあ、無限コンボがメインになるデッキですね。召喚の調べで持ってくるため のコンボパーツがかなり軽い、まあ、3マナ以下ものがすごく多いので、まあ、すごく持ってきやすくて使ってる時もすごく決まりやすかったんで、まあ、エルドラージに対抗するのとしてはこの軽さ、速さがあるコンボっていうのはすごいいいかなと思いました。はい、2本目。はい、僕が再び先手です。はい、サイドから囲いをちょっと入れてみました、はい、コンボ決められるとやっぱきついので、そうですね、あと中退とかアドバンテージカードをね、なんだか抑え込みたいという、はい、暗黒派がかなり多分この一気に効くんですよね。そうやね、はい、このね今見えてる預言者とか、まあ、マナクリーチャーね、そうですね、各種マナクリーチャーはタフネスが1なん で、うん、でこの A の商人もタフネス1です、ね、うん、だ倒せるクリーチャー結構多いから、そうですね、機能するかなって。この暗黒派はメインから4枚入ってる。ああ、なるほど、うん、かなり意識してますね、そのタフネス1以下の、ね、うん、まあ多分ね、環境にエルドラージャーミミックとかもいるから、はい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 、そこを確実に焼きつつ、確かに確かに、次のターンからライブラリを掘っていって、で使っててちょっと分かってんけどね、はい、このデッキね、浄土からの生命が絶対に必要って、はい、あ、なるほど、分かって、浄土からの生命を毎ターン発掘しながら、はい、手札を救いとその土地で埋めつつ、はいはいはい、ゾンビを作ってってっていうデッキってことは、はいはい、なんもうね、なんやろう、フリープレイで20回ぐらい回して、やっとね、やっとどういうデッキかよく分かってきてね。いや、なんかすごい、なんか、テクニカルなデッキですよね。うん、いや、マジでどうやって勝つのか分かんないなと思って。ぱっと見ね、リスト見たらね、勝ち筋分からんのよね。はい、これ、ファラオ素出しするんちゃうとか思われるんやけど。はい、最後は多分ファラオ出てくると思うけどね。最後はファラオで圧殺は多いんやけど。まあ、ファラオも、まあ、一発殴られてるとはいえ、はい、どんなクリーチャーでも破壊できるっていうのが、相手の計算を狂わすかもね、はい、相手がアタックって言ってからゾンビトークン出して、スローって言って、ファラオの能力、復讐に燃えたファラオで破壊して、トップに戻ってみたいな。はいはいはい、でトップに戻ったファラオは引きたくないから、浄土化の生命で発掘して、みたいな、はい。ファラオと発掘はすごいなんか、シナジーな感じしますね。うん、そうやね。いい感じの。ここでマナクリーチャーを。
破局されるので、うん、まあ、ちょっとそれを嫌って、まあ、ルケアの道を打つんですけど、この機会に、まあ、どうサイドボードしたらいいか分かんなかったですね。分からんよね、うん、そういうのも強みではあるな、はい、確かに。正直ルケアの道やっぱやってていらないなってなったんで、絶対いらんよね、はい、うん、3ゲーム目は抜いたんですけど、うん、まあ、この2ゲーム目はちょっと分かんなかったんで、僕が展開してくるクリーチャーって言ったらこのゾンビトークンと、はい、ほんまにどうしようもない時の救いぐらいやからね。そうですね。救いのチャンプもね、案外バカにならへんねんけども、はい、ゾンビトークンに受けの道打つって本当にただの丸ゾンですからね。ただただアドゾンやからな。さあ、まあ、そのルケの道を打って、まあ、平地を獲得して、で僕はこの間にゾンビになっていくと、はい、実は 2-2 って結構このデッキに対して痛いんですよね。うん、そんなに、まあ、無限に湧いてくるとやっぱりかなり厄介ですね。毎ターン確実に作ってくるっていうのが他のデッキにはない戦略かなって感じは、一体二体だったらその台所に嫌がらせ屋でなんとかなったりするんですけど、そうね、うん、わらわらっとその横を駆け抜けてくるやつとかがいたらっていう、はい、そうですね、数が増えるとなかなか辛いものがありますね、うん、さあ永遠の商人で龍二は土地を指定するんですけど、ここでこれちょっと面白いよね、はい、これね、青のカードなんですけども、フラッシュバックコストが緑マナということで、はい、墓地からしか絶対このデッキは打てないと、はい、だからなんとかゾンビの方向で捨てるか、はい、発掘で墓地に落とすかするんやけども、はい、まあ、これを打ち込むと相手の墓地のカード3枚まで対象に取ってラベルに戻せると、はい、永遠の商人とかがね入ってるし、あとはあの無限コンボがね、はい、墓地を経営するから、はい、うん、これが墓地にある状態でリュウジ側がねその無限コンボできなくなるっていう牽制になるから、はい、確かに結構いいカードかなと。結構刺さるデッキ多そうな気がしますね。そうやね、うん、リビングエンドとかにも、うん、そうやね、はい、リビングエンドめっちゃ効くってわけじゃないけど、相手が3体ぐらいで打ってきたら、はい、一番気持ちいいよね。そうですね、まあ、サラチそれどうしたみたいな。あとフラッシュバックコストがすごい軽いっていうのが、緑1でいいからね、はい、構えやすいっていうのがいいですね。うん、さあここから救いを回収しつつ浄土からの生命でゾンビトークン増産モードに入ります、はい、しかもこの救いが2枚目でめくれたもんね。もうこれで毎ターン確実に1体は出てくるっていうことになるんで、少なくとも1体は絶対出てくるよね、はい、どんな状況であろうと。そうですね、でさあこれであとはもうゾンビで殴ってこうと、はい、こういうね穏やかなモードに入れたら確かに戦えないけども、はい、エルドラジに対してどれぐらい強いんかなってちょっと疑問があるよね。全然わかんないですよね、未知数やんね、はい、さすがに原則ダクモとか対処できんのかな。まあトランプルやからね、はい、あいつらはだからそれこそファラオで、はい、トランプルダメージを最小限に受けつつ破壊しかなんか選択肢はない気がするんだけど、うん、それ間に合うみたいな。いやそうなんですよね。まあなんかクーアさん曰くなんかやっぱり本あの使ってるジェイソンチャンスがうますぎたって。いやまあそれは絶対そうやんね、はい、うん、本人性能っていうのは絶対あるけども。いや絶対ありますよ、はい、ただその上手い人が使ったデッキっていうことは、はい、そのねちゃんとその理由があるからね。そうですね、なんとなくノリでドレッチにしてみたってことは絶対ないし。あプラチナプロですからね。そうやで、あの、はい、トップ8で残ってるわけやし、はい、しかもねなんか今までのドレッチとちょっと形が違うんよね。あそこがポイントかなって。確かに、うん、今までのドレッチ結構ねドレッチバイン型みたいな、はい、あの復讐伝を走らせるみたいなスタイルが多いんやけども、はい、さあここでまたねこれも渋いデッドリーアルーレですね、はい、これもね緑1マナでフラッシュバックできる黒のスペルなんですけども、これを打ち込んだクリーチャーを絶対に相手はブロックしないといけないと、はい、で接種を持つ。だから龍神のクリーチャーを絶対に1匹減らせるよね、この状況では。激渋カードですね、これ激渋やんねこれ、はい、ほんまに。こういうのが刺さったんかな、まあかもしれないですね。何台の受験者出された返しにこれ打ち込んでアタックして、はい、はい、ブロックしてねワンドローみたいな。怪しいな。怪しいけどな、限りなく怪しいけど、はい、1枚入ってるっていうのはまたね。そうですね、2枚はいらんのやなみたいなのもあるし。でこれハンドから3ハンド全部捨てて3体ゾンビが出てくるっていう、うん、そうやね、まあ、かなりいかつい動き、いかついね。このデッキ回しいと思ったのはね、はい、4マナはいるんよ、はい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 、盤面に4マナはいるんやけどもそれ以降はね、はい、もう全部手札土地捨ててください。なるほど。おさあそしてこのフラッシュバック火力ね、はい、これ能力初めて見たんですけど。あ初めて見た、はい、結構やばいですね、うん、結構やばいでしょ、はい、これ計算違いってほんまに死ぬからね、はい、ディスカード X カードで、はい、で X 手のダメージを好きなように割り振れますと、はい、5点5枚捨てたんで5点ですね、うん、でここはブロッカーを極力減らす方向でいって、はい、まあ、とりあえず生贄で戦術しますと。とりあえずね、とりあえず、はい、
で、キッチンフィンクスも死亡して、そうですね、で2点は回復するけども、はい、2-1になってると、はい、まあ、上だった、あの中退だったんで、もう上に残して、さあそしてここはフルパン、はい、まあ、とりあえず減らさないとと、うん、そうやな、はい、ライフがかなりやばいんで6点抜けたから ね、 今ね、そうですね。さあそしてリュウジは5ですけども、まあ中退持ってる感はね、はい、すごいあるんやけども、ここは僕やること変わらず救いを戻しつつ、はい、ローグを発掘しつつ、発掘、うん、いやー辛いここまで来ると強いんやけどね、うん、これでお願い中退、さあこのお願い中退がこれね、フリープレイを含めてリュウジ結構中退すかりまくってたよね。結構すかりましたね、うん、今回はあの復活の場1枚だったんですけど、うん、まああるはあるんで仕方ないですけど、ね、はい、あり得ることではあるけども、さあダメージがさらに抜けて、で浄土からの生命で土地3枚戻してターンを、はい、じわりじわりとめちゃくちゃやりますね、はい、まあ、承認で、まあ、とりあえずこれ中退回収してるとライフが持たないんですよね。なるほどね、間に合わん模様ってやつか、はい、仕方なく悩むけどもマナクリチャーをそうブロッカーとしてね、はい、展開しないといけないから、ここは根の壁から一枚を生み出しつつ、そうですね、はい、セットランドをしてターンエンド、まあ、これほぼほぼ積んでるんですけど、うん、てか、まあ、ゾンビの数がね、はい、っていうかこれあの 2体出てきたら結局終わってる、そうそうそう、そう話になったよね、はい、うん、しかも墓地よく見て暗黒派あんねんけどみたいな話になって、暗黒派で除去られて、うん、2体出されて暗黒派で、そうそうそう、足りんやんって言って投了となったということで、はい、じゃあ3本目いきましょう、はい、はい、3本目、はい、次はリュウジの先手です、はい、3本目、まあ、ハンドにコンボパーツがもう2枚あるので、保健者キッチンとね、はい、でマナクリーちゃんもいて、はい、でしかも召喚の調べがあるんでこれ完璧やん、これそうなんですよ、ハンド完結してるんですよね、うん、これは完璧ですよ、はい、まあ、これはちょっと最速が決まるかと、 GP とかであんな手札来たらたまらないよね、ギュンギュンっすね、今日はギュンギュンやね今日は俺来てるなみたいな、なるよなりますねこれは、うん、僕の使ってるこのデッキね、あの、はい、キープめっちゃ難しいよ、いや難しそうですよね、うん、あのゾンビの横行がなかったら結構戦われへんねんけど、はいはい、かといってゾンビの横行があるからといって、はい、何やろうね、そのベストなハンドが来るわけじゃないみたいなだからゾンビの横行か、これやね、はい、フェイスレスルーティング、進行なき物あさりが絶対あって、はい、なおかつ救いか、浄土からの生命があれば、ハンドとしてキープできるかなみたいな、はいはい、なるほど、さあ、ここでまあ、コンボパーツを順番に出していこうと、うん、展開力違うもんね、はい、さあ、浄土からの生命をドレッジして、落ち方悪くないよね、そうなんですよね、救いも落ちて、はい、しかもさっきのね、フェイスレスルーティンでこのゾンビの横行をね、引けているという、はい、まあ、結構動き出しとしては順調なやつなんですけど、まあ、いかんせんちょっと初動は遅めのデッキですよね、そうやね、遅いよ、はい、うん、しかもなんか格段にそのなんていうの、はい、遅いくせにさばけるカードも特に入ってないみたいな、はい、やっぱりゾンビの横行で耐えるデッキなんやろうね、そうですね、うん、これだから神話とか相手には、はい、まあ、インシエの遺恨がサイドから4枚入ってくるとかで、まあ、それが結構戦えそうな、うん、戦えるんかなっていうのは思うけど、バーンとかめちゃめちゃきつそうですけど、バーンは完全にもう駆逐されてるんで、はい、環境にいないっていう体で組まれてるかなと、そうですね、うん、でエルドラージを食おうとして、まあ、中速コントロールとか、はい、もうほんまに、はい、エンドかってなったんですけど、これそうそう、お前なんかエンド打ってきて、これでもよく考えたらいけてるんですよね、そうそうそう、エンドっていうのやったら、じゃあ僕ゾンビの方向起動するで、はい、みたいな話してたら、ちょ待ってください、じゃあそのゾンビの方向スタックでとか、そうよく考えたら決まってたって、うん、その調べとかお前なんでお前ゾンビの方向起動するでそんなんして嫌がらせか決まってました、ハンマー裕次郎の気分やってるの、お前嫌味が貴様ってなったなんで一瞬夢見さすねんみたいな、というわけで最速3キロ決まったんで、はい、はい、というわけでじゃないけどもまあ持ってくるパーツが本当に3万円以下のカードがすごく多いんで、そうね、うん、基本的に召喚の調べも序盤で打ちやすいっていうところが、ね、うん、マナクリーチャーもあんだけいればね、そうですね、クリーチャーを展開すればマナが勝手に増えるっていうのはいい、はい、いいよね、この時のね、召喚の調べはほんまに全部のクリーチャーマナカウントするっていうのが、そうですね、強みだなと思いました、はい、はい、使ってみてどうでしたか、いや思ったより中退はすかるなと、うん、特にサイド後はね、そうですね、サイドカードスクールはちょっと増やすんで、うん、あでもほんとにコンボ決まりやすいデッキなんで、うん、いいデッキやね、まあ、優勝も納得のなんか
強さはあるんじゃないかなと思いました。なるほど、はい。まあ、エルドラジの海をね、はい、渡ってきて優勝するだけのことがあると、はい、岩下さんどうでした？僕は、ね、難しい、ほんま難しい、うん、そうですね。いや僕も一回使わせてもらったんですけど、うん、回し方全然わかんないんだって。全然わかんからね、はい、ただなんか極めれば、はい、極めるほどなんていう、自分のそのシンプルに毎ターン発掘と救いでゾンビ作ってただけやねんけど、はい、そのアクションのなんやろうね、ほんまにこのターンはゾンビ1体作って他のアクションをするとか、はい、このターンは全力でゾンビ3体作るとか、いろんな選択肢が実は見えてくるデッキで、はいはい、まあ、やり込みがいはあるかなと。なるほど。プロツアーでね、ジェイソン・チャン氏はあの、はい、全然違う青赤のカウンター版デッキを使ってて、はい、まあ、ブルームーンって言われてるタイプやね、はい、でそっからのこのドレッジやから、だからこの期間でいろんなデッキを試した末にあのデッキに着いたのかなっていう、まあ、かもしれないですね、うん、はい、だからね、その秘密をちょっと解き明かすためにもうちょっとこのデッキ回してみようかなと。なるほど。思いました。はい、はい、今週のリプレイはこんな感じです。今回僕が使用したデッキはこちらです。グランプリメルボルンで、ニュージーランドのトッププロプレイヤー、プラチナレベルプロの、ジェイソン・チャン氏が使用していた、ドレッジデッキです。ドレッジといっても、レガシーのそれとは大きく、まあ、動きは異なっていて、基本となるのは、左下にあるこのゾンビの王国、ゾンビインフェステーションを置いて、ここから、デッキの動きが始まります。このカードを置いた上で、ゴブルの対手スクイや、ブラッドガスト、凶結機なんかを捨てて、ゾンビを量産していきます。一番いいのはやっぱりこのスクイと、このライフフロムザローム、浄土からの生命で毎ターン4枚手札を持ってゾンビを投げつけてってっていう動きができたら理想的です。で、そのアクションの中に、この暗黒波とか、この復讐に燃えたファラオなんかを絡めていって、盤面をちょっとずつ有利にしていって、最後はこのコンフラゲート、コンフラグレートで、一撃ドカンと、ね、えぐり取るような一撃を打ち込むと、これロームで手札をねがっつり貯めてから投げつけると非常に気持ちがいいです。リュウジの進化する、はい、何でエンジしておかしいやろリュウジの進化する未開地って言うとしたらはいってなんやねん、ナチュラルにお前びっくりした。はい、というわけで、やろ、今日も始まりました、進化する未開地。はい、はい、今日はですね、他のやつが結構多分長かったと思うんで、オープニングとか、先週の、トークンの、当選発表だけしようかと思いました。今回は、実は8通メールが進化したね。いやー、どうも、0から8。0から8はすごいよ。はい、何倍とかで表されへんからね。いや、もうありがとうございます。プラス8。はい。で、じゃあ、とりあえず、メールちょっと読みましょうか、ね。ざーっと見ていくと、はい、まあ、なんか、一言が結構多いんですよね。そうですね。でね、今更やねんけど、はい、このね、タイトル、はい、そのメールの件名、サブジェクトが、はい、リュウジの未開地0302って書いてあるの、ちょっとじわじわおもろいよね。はい、リュウジの進化することが目的なのに、はい、リュウジの未開地って、もうなんか、わけわからないよ、もう。自分の部屋の知らんスペースみたいなのっていうけども。確かに、はい。まあまあ、毎回楽しませてもらってますみたいなコメントがね、はい、やっぱりメインですよ。まあ、そうですね。うん、なんか、名古屋でトークン、あげた人もなんか、メール、そう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 。で、なんか、トークン1個彼女にあげましたとか、謎の、はい、ね、リュウジに対するリア充煽りみたいなのが飛び出してて、ちょっとそれはそれでね、面白かったんですけども、まあ、基本的にね、やっぱね、はい、1回目の習字に比べると、全然反応は良かったですよ。まあ、習字はね、1人欲しいって人いたんですけど、この今回の応募で、ね。ちょっとスタッフ取ってください。習字ね、ちょっとね、まさかのね、リュウジが撮影後に急にくしゃくしゃに丸め出して、はい、これいらないかなと捨てようとしたんですけどくしゃくしゃになってるんですよね、はい、投げる寸前で、はい、なんか何してんねんっつって、はい、まあ、ちょっとこれぐちゃぐちゃになったんで、まあ、今回はもうプレゼントなしと。はい、まあ、それはいいですよ、はい。まあ、トークン今回当選もう事前に抽選はしてあったんで、はい、じゃあ、はい、発表してあげてください、はい、ペンネームがないんで、笠間さんという方からいただきました。はい、はい、ありがとうございます。岩下さん、リュウジさん、ビッグマジックライブいつも楽しく拝聴しております。はい、ありがとうございます。放送の中でメールが来ない方が面白いとおっしゃられておりましたが、今のスタンダードでもトークン系のデッキを愛用している身としては、ぜひとも欲しいなと思い筆を取りました。絶対メールだから筆取ってないんですよね。はい、いや、じゃあもう、例えよ、お前はさ、ほんまにいちいち。あ、もういいよ、続けて。はいはい、そういえば、先月から mtg.jp で岩塩さんのコラムが始まりましたね。はい、毎回楽しく読ませていただいております。はい、今のところ、現環境のデッキを取り上げられていましたが、はい、今後古いデッキや一風変わった珍しいデッキが取り上げられたりしないかなと密かに期待しています。はい、
またリュウジさんが前回の PPTQ を突破されたマルドゥは当時のデッキを挑戦を左右に参考にさせていただいておりました、はい、どうもありがとうございます。今回の RPTQ は残念でしたが残念でしたね、はい、今後のご活躍ヒーター再びプロツアーの舞台に立つ日を楽しみに待っています。はい、はい、あと10回で放送150回を迎えられますが今後もますますパワーアップしながら末永くビッグマジックライブは続いていくことを期待しておりますと、はい、ありがとうございます。100点ですね。はい、はい、まあ、今回はこの方にトークンを送らせていただこうと思います。はい、はい、これと、はい、おまけでね、はい、ビッグマジックが作ってきたトークンも、はい、まあ見本ですけども、はい、あとついでに一式プレゼントしましょうかなと。リュウジトークンも入れとくんでついでに使ってください。そうですね、はい、ついでにどうか使ってやってください、はい、これ応募すればね最初発表したものよりもいっぱいもらえる。このコーナー応募しとく、はい、もう本来の目的って変わってきたけど、はい、あれ今回はですねトースアップだけなんで次何するかまだ決まってないんですよね。で来週、うん、はい、そうですよ、何するかっていうのをコメントとかでね今このタイミングでコメントで書いていただければ、はい、リュウジがそれを拾って、はい、こんな企画があるんですけどどうですかって僕に投げてくるので、全然メールとかでもいいんで、はいはい、またお待ちしております。はい、じゃあまた来週このコーナーでリュウジを進化させてやってください。お願いします。はい、今週もギャラリーオブマジックのコーナーで、イラストにまつわるお話をしていきたいと思ってます。皆さん、マジックはもう23年目に突入して、もう本当に様々なカードが作られてますけども、何度も何度もマジック その歴史上で何度も再録されてるカードがあるのもご存知かと思います。例えばリュウジ何かある？稲妻。絶対言うと思ったけど確かにね、確かに稲妻は最初はねクリストファー・ラッシュさんが書いて2枚目はクリストファー・モーラーさんが書いてるけども、まあそんな感じで再録するたびにイラストが変わるカードは多いですけども、同じアーティストが同じカードのイラストを2度担当したカード何か思いつく？いや全然わかんないです、ね、パッと出ないでしょ、はい、案外少ないんですよ。そのセルフリメイクみたいな形になるから、なるべくそのなんやろうね、その時そのアーティストの方がその時にその仕事を受けれるかとかもあるし、その時間的な問題もあるし、まあいろいろあるんですけども、僕の中でね一つねすごいお気に入りの同一イラストレーターが、イラストを担当したカードがあって、それがこちら、ファイレクシアンコロッサス、ファイレクシアンの胸像ですね。これ知ってる？知ってます。ウルダツサーガのね、パッケージとかにも、ブースターバッグのパッケージとかにもなってて、まあ、代表するクリーチャーですけども、7マナ88で、3体以上のクリーチャーによってしかブロックされないっていう、すごい強力な能力を持ったクリーチャーで、まあこれをアンタップするためには8点のライフを支払うっていう、すごいデメリットを持ってるんですけども、当時ティンカーデッキとかで、通電式キーから起こして使われたりしてましたが、このイラストがね、たまらないんですよね、個人的には。僕がちょうどマジック始めた頃がこのエクソダスからウルダスサーガあたりの時代だったので、このマーク・テディンさんの描くこのファイレクシア人とかファイレクシア の機械のクリーチャーたち、そういった異形の者たちのイラストにすごい取りつかれて、そこからもうマジックにどっぷり、気がつけばまあ十何年もやってるって形になるんですけども、このファイレクシアの巨像がまず憧れのレアだったわけですよ。その能力とか強さとかそのシングルカード値段とか以前にイラストがかっこよすぎるってなって、でこのファイレクシアの巨像をマーク・テディンさんは2回実はイラスト担当してて、2枚目が第7版に再録された時の、こちらのイラストです。ちょっと雰囲気違うでしょ。無言でうなずくなよ。ああ僕はこれ知ってたんですけど、同一イラストレーターっていうの知らなかった、ね、ああ知らんかった、はい、そうやね、まあ、だいぶ雰囲気が変わったからね、はい、ただね、さっきのねファイレクシアの巨像が、まあ、ここにカードはあるわけですけども、このファイレクシアの巨像が描かれてるのはおそらくねこの背景の雰囲気からしてもファイレクシアの次元内にいる時の巨像の姿だと思うんですよね。でこのファイレクシアのセブンス版の巨像はなんていうんかな、山の中で、ね、結構空がね青いでしょ普通に。青いですね。で人がいるんですよね足元には。なのでファイレクシアの次元から多次元に侵略してきた際の巨像の姿じゃないかなというふうに個人的に思ってるわけです。だからちょっとこのなんていうんかな、ファイレクシア内では、まあ、重力とかそういったものも違うから、なんていうんかな、細い手足とか触手とかでもガチャンガチャンって動いていけるけど、このドミナリアとかの通常次元ではこういう人型にちょっとシフトして活動してるかなと。このね真ん中にある球体部分が結構ファイレクションの巨像1も2もね見た目が一緒なので、まあそういう風な意識で描かれたのかなというふうに個人的に思ってます。非常にねこのイラストも素敵なので大好きなカードなんですよ。特にこのセブンス版はねホイールがあるので、僕はこのセブンス版と、まあ後に再録されて新枠にもなってますけど、これのホイールをね
最近ちょっと回収、無限回収始めてるので、皆さんぜひね、会場とかで見かけたら、吉野さん、ビッグマジックのブースに売ってましたよって言ってくれたら売ってるんかーいっつって出して買いに行くのでぜひ会場とかで、お声かけいただけたらというふうに思います。メルボルンな、はい、日本人いっぱい行ってたよね。だいぶ行ってましたね。トップ8にね、はい、山本健太郎さんと市川由紀さんが同じデッキで入るという、はい、なんか2人の愛を確かめ合うような展開になってましたけども、はい、ああやってどう海外のグランプリでさ、はい、自分の知ってるプレイヤーたちが遠征しに行って、例えば友人の友達とかも結構行ってたでしょ、はいはいはい、行ってました。楽しんでる姿とかをさ、ツイッターとかで見た上で、はい、しかも日本を代表するプレイヤーたちがああやって GP とかで結果を残してるのを見てどう思う？いや、 やっぱり僕も行きたいし、響いたでしょ、まあ、そうですね、うん、はい、頑張らなあかんなってなった。はい、どっか行くでしょ今年。今年は行きます。とりあえず北京。北京が4月の15日、15、16、17ですね、うん、はい、そこは行くの確定してるよね。はい、であと台北も。台北がいつやったかな、6月の6月の末、最終週なんですよ。最終週、はい、なるほど。いや、その気合ちょっと入ったでしょ今回のこんなグランプリの結果見て、はい、ぜひね、本当君海外グランプリの成績ちょっと教えてもらえるかな。苦い顔するけどいつもグランプリバンコク初日落ち、はい、グランプリ香港初日落ち、はい、グランプリシンガポール初日落ち、はい、初日初日ポンポンやもんね、はい、2日目行ったんがプロツアー1回目だけっていう。なるほど、海外のプレミアイベントにはちょっと相性があるんですよね。そうですね、ちょっと苦手は意識がついてますね、うん、はい、その苦手意識をぜひ払拭してくださいよ、はい、ということで台北、はい、そして北京か、はい、まあ、まず北京を確定してもね、はい、でもう宿も取ってるんでしょ。宿取ってます。宿取って、宿取って、はい、もう予約は開始してんの北京。ああ始まってますね、受付。もう受付はしたの、はい、受付まだです。早くしないとね、はい、来週します。来週、分かった、はい、まあ、お金の問題でもあるんでしょうけど、はい、はい、まあ、ぜひ、はい、気をつけて行ってらっしゃい、はい、僕はちょっと行けないですけども、はい、楽しんでも来てもらったらなというふうに思います、はい、新環境始まってすぐのリミテッドやね。すぐなんですよ、名古屋と同じタイミングなんですよ。翌週の発売翌週のリミテッドやもんね、はい、いやぜひ楽しんでくださいよ。いやちょっと本当に練習ちゃんといっぱいして、ね、うん、行きたいなと思います。可能な限り練習して楽しんで、はい、現地で友達、まあ誰か行くでしょう、ね、そうですね、一緒に行く友達結構いるんで、ね、はい、その友達と楽しんで、はい、で、まあその中で結果を残すと、はい、もう最高の海外 GP に送ってくださいよ、はい、これのジャスト1ヶ月後ぐらいやもんね、言ったらね。そうですね、本当にちょうど1ヶ月後です、うん、はい、ちょっと気合い入れてやっていってくださいよ。頑張ります、はいはい、というわけで、まあ皆さんもね、まあ150回を前にしてリュウジも成長していくと思うのでぜひぜひ応援してやってください。今ちょっと普通の激励でびっくりしました。なんか来ると思ったこれ何が待ってんねやろ、ポン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 バコーン来ると思った、はい、いやたまにはスタジオが新しくなったからね、すこぶる気分が良い、はい、頑張ります、はい、まあ、その前にですね、環境最後 の、 そうですね、ビッグマジックオープンございますので、うん、うまいことつなげたね、はい、あそこでね、僕も会場でなんかちょこちょこうろうろしてると思うんで、ちょこちょこうろうろしてるでしょうねそう、はい、エニストラード大おかげのねプレビューが始まったから、はい、みんなそっちにちょっと目が行きがちですけども、はい、まだまだスタンダードもね、はい、新しいデッキが出てきたりして面白いことになってるので、フェッチランド包囲祭、エルドラージ使えるのもうこの感じ最後ですからね。そうやね、うん、エルドラージ分かんないですけど、エルドラージはまだまだ使えるかもしれないけど、はい、まあ、それらが共存してる環境はね、ほんと最後遊び納めと思って、もうモダンがね、もうそろそろ狙い目狙い目確かに確かに、おやらしい顔すんなでも確かにね、モダンはね、エルドラージ環境すぎて、はい、前回のモダンに比べたら予約が少ないんですよね。そうなんですよ、だいぶ少ないですよね、だいぶ少ないんで、これ出たら賞金取れんじゃないかっていうぐらい、正直出たら取れるよ、はい、うん、出たら取れるレベルなので、はい、ぜひぜひハードルだだ下がりしてるので、いやもう本当にぜひ皆さんね、予約して会場来て遊ん で、はい、遊んで賞金持って帰ってくれたらなという。お前のさ今の狙い目とか見たこと、俺この番組ね141回ですかやってきて、はい、こんな気合入って狙い目とかやってるの君を見たことがなかったから初めてです、はい、初めてですね、はい、まあまあそんな感じで我々もまだまだ楽しいイベントやっていって楽しい番組作りしていくので、これからもよろしくお願いします、はい、じゃあ、また来週お会いしましょう。さよなら。